裏世界ラボ。ミスドがなくなってる。俺の名前は土井寛治、大の甘党であり、いろんなスイーツを楽しんでいる男だ。しかしその中でもリーズナブルで手軽に食べられる美味しいミスタードーナツをこよなく愛していた。なんで閉店なんだよ。俺毎週通ってたのにさ、ポンデリングが食べたかったのに。職場の近くのミスドも閉店してたんだ。一体ミスドに何が起こってるんだ。あれ、もしかしてうちによく来てくれてましたよね。え、あ、あなたはミスドの店員の人。思い出してくれましたか。私ここで働いていた三橋って言います。元職場の前で大声を出している人がいると思って見てみたら、知ったお客様だったので声をかけちゃいました。もう俺そんなに叫んでました。はい、ギャラリーができるほどには。すみません、お店の前で騒いじゃって。いえいえ、閉店をあそこまで残念がってくれるお客様なんてなかなかいませんし、嬉しかったですよ。そう言ってもらえたならよかったのかな。それにしてもどうして急に閉店になったんですか。もしかしてミスドもコロナのせいで。一応1ヶ月前から張り紙はしてあったんですけど。ああ、見てなかったです。ドーナツのことしか頭になくて。そうだったんですね。飲食店なのでもちろんコロナ禍の影響はありましたけど、実はそれ以前からいろいろと問題はあったんですよね。というと。ここ数年で消費者の健康志向が高まっていたんですよ。ほら、糖質カットのお菓子やアイスを見たことがありませんか。ああ、そういえばコンビニでもスーパーでも置いてありますね。俺は絶対高カロリーしか食べませんけど、低カロリーってなんか損した気分になるし。でも女性や筋トレなどをしてる方にとっては低カロリーや糖質がないスイーツを選ぶ人が多いんです。お客様の周りにもダイエットか筋トレをしている人って誰かしらいますよね。確かにそうですね。両親も妹もダイエットしてるような。コロナ禍で外に出なくなってコロナ太りという言葉もできたくらいですし、ダイエットは老若男女問わずなものになったんだと思います。それにダイエット食品などは昔より味が美味しくなりましたからね。種類も多くなって今ではどんなスイーツでもダイエット商品がありますから、どちらも美味しいなら少しでも太らない方を皆さん買うんですよ。そういうものですかね。そういうものなんです。それに2019年にバイトテロも起きてしまったんです。福岡店にあるミスタードーナツで元アルバイト従業員が厨房に入って不適切な動画を撮影したんですよ。ああ、それなら俺も見たことあります。確か元従業員の人が店舗に来ていろいろと作業場を撮影していたやつですよね。はい、動画には素手で調理器具を触ったり食材を舐めた感じに撮れる場面があって炎上しました。企業的に大ダメージですよね。俺もあの動画を見てミスドってなんてやつを雇ってるんだろうって思っちゃいました。そう思っちゃいますよね。一つの店舗でそういうことがあると他の店舗も同じように見られますから。しかも元従業員ということとそれを止められなかったスタッフにも責任がありますし。最悪のコンボですね。と言ってもこの事件のせいで閉店が加速したわけではないんです。やっぱり一番の理由はハイレベルなコンビニスイーツが人気になったことだと思います。コンビニスイーツか。きっとお客様も好きですよね。はい、確かに俺も買います。安いのに種類も豊富だし結構本格的ですからね。そうなんですよ。昔だったら美味しいスイーツはお店に入ったりミスドや洋菓子店じゃないと買うことができませんでした。でも今はコンビニに行けば手軽に手に入っちゃいますから。しかもコンビニスイーツは有名パティシエの監修があったりコラボ商品もかなり研究されて作られているのでクオリティが本当に高いんです。確かにな。コンビニのスイーツってその時に食べる気分じゃなくてもついつい目に入ると買っちゃうというか、しかも24時間空いてるから好きな時に買えるのもいいのかも。日常的にコンビニへ通う人は多いですし、お手軽さはどうしても負けてしまいますよね。でもミスドのドーナツはまた別格ですよ。可愛いコラボ商品が出れば絶対買っちゃうし、食べるのがワクワクするんですよね。ポンデリングが登場した時なんてあの食感に感動しちゃって。ありがとうございます。そう言っていただけて嬉しいです。ガムチャとかも美味しいですよね。ああ、そういえば子供の頃ミスドで売ってた中国製の肉まんに禁止添加物が入っていて問題になったような。しかも隠蔽しようとしてまた問題になって。
お詳しいですね。ああ、すみません、ミスド下げみたいなこと言って。いえ、隠蔽しようとした会社側も悪いので何を言われても仕方がないです。まあこういう事情がいくつも重なって閉店が続いているんですよ。アメリカではライバルでもあったダンキンドーナツに買収されていますし、カナダでも撤退しちゃって。アメリカではダンキンドーナツが強いですもんね。英語圏はしょうがないですよ。いえ、中国からもコスト上昇を理由に撤退してるんですよね。アジア圏でも。まあ時代の流れといいますか、それをコロナ禍が後押ししたって感じでしょうか。でも俺はミスドが好きなのに、なくなったらどうしよう。ポンデリングが食べられない人生が来るとは思いたくない。けど東南アジアではまだ売り上げが伸びてるんですよ。台湾とかタイ、フィリピンやインドネシアでは店舗が増えているんです。4年間で200店舗が閉店してると言われてますが、海外の店舗数は2017年の4190店から2021年には7892店と、4年で約3700店舗増やしています。そうなんですか。それを聞いたらちょっとホッとしました。これからがミスドにとって正念場なんです。ちなみにミスドの人気商品は定番ものばかりなんですよね。定番のものといえばチョコファッションやエンゼルクリーム、ポンデリングとかですよね。そうです。だから定番になるような新メニューができればきっと今以上に皆さんが食べてくれると思ってるんです。コラボ商品にだって力を入れていますし、きっとまだ大丈夫です。そうですよね。ミスドがなくなるなんて思いません。これからもたくさん買えますよ。それにお客様のような方がいる限りミスドは大丈夫ですよ。まだまだ日本には根強い人気がありますから。はい、これからもミスドを食べ続けます。そうだ、これよかったらどうぞ。お客様の好きなポンデリングも入ってますよ。え？実は今隣の駅の店舗で働いてるんです。ちょうど買って帰ってきたんでお裾分け。え、せっかく買ったのにいいんですか？はい、お客様に食べてほしいんです。それじゃあ。やっぱり好きだ。大好きなポンデリングがいつもより美味しく感じた。俺はきっと明日から隣町のミスドに通うだろう。ご視聴ありがとうございました。裏世界ラボではハイクオリティな際どい漫画を毎日投稿するので、チャンネル登録よろしくお願いします。暇つぶしがてらにコメントを残していってください。みんなで盛り上がりましょう。